金ウェイは、韓国の女子柔道家。竜翔士大学校を卒業し2010年に、大田高域市、西区町の柔道部に入団した。2006年にワールドカップブダペストで、銀メダルを獲得して一気に名を上げ、ジュニア派や、その他競技会で、銀、銅メダルを獲得してきたが、なかなか金メダルを獲得することができなかった。2008年の北京オリンピックでは準々決勝にて、 この階級で金メダルを獲得した地元中国の東文の前に敗退3位決定戦でもスロベニアのルツィア・ポラウデルにも敗れ5位に終わった。2009年にはワールドカップランバートルで優勝して初めて国際大会で金メダルを獲得したが翌年に地元で開催されたワールドマスターズ2010では決勝で中国の旗アカネに敗れて銀メダルに終わった。 その後、グランドスラムパリ2010は3位と、さらに成績が落ちてしまったが2011年には、ワールドカップウィーンでの優勝をはじめとして、アジア選手権などの国際大会において、金メダル3つ、銀メダル3つを獲得している。しかし、2012年のロンドンオリンピックでは2回戦で、カザフスタンのグルジャン・イサノワと対戦して、判定の末に敗れた。ありがとうございます。